最近の福岡優遇されすぎじゃね？に対する反応集をお送りします。なんで福岡に行かないと買えないの？通販でええやん。福岡に来てもらうための企画なんですよ。いつから福岡がガンダムの聖地になったんだ？中間に近いから。だからガンダムベースやサイド F やクロスストアがある。昔なら福岡に足を運ぶ人が増えたんだろうけど今は転売やから買うんだろうな。よし考えるとそっちのが安いとかあるしな。昔から地域限定商品を奥に流す人はいたよ。当時は送料プラス手間賃程度の値付けだったけど。なお海外ではどこでも買える模様。ご当地土産を全国で売れって言ってるようなもの。俺が驚いたのはガンダムベースって普通に在庫たくさんあると思ってたらそうでもなかったところ。基本限定商品がメインだからガンプラ大量なイメージあるとか確かしくらう。2020年ぐらいまでだとまた違ったぽいけどな。一般では見ない旧キットまであったりとか。弱者はネタは福岡にお任せ。ご当地ガンプラ売り出せばいいんじゃないかな。鳥取は砂漠仕様で。そやガンダムベースなんて維持費のかかる施設作ったんだから目玉商品作って客寄せするのは当たり前やろ。行く側も交通費かけてまで行くから転売して交通費のロスを賄おうとするんだよな。経済回ってるでおまんがな。まあ熱心なファンなら福岡くらい行くやろ。外国ってわけじゃないし。我慢できないほど欲しいなら福岡行くしかないやろ。ついでに観光して地域経済に貢献だ。わざわざ福岡まで行って売り切れてたらさすがに心折れるだろうな。ラーメン食って帰るしかないな。ニューガンダムとサザビーは絶対売り切れさせないくらい在庫してる。今初めて気づいたけどガンベ福岡って海越えないといけないんだな。ニューガンダム見に行きたいけどさすがに遠い。他に用事を作らねば行ける距離ではない。買うために現地行けないってならそれは身の丈に合ってない商品ってことだ。どうしても欲しければ予算組んでスケジュール立てていけ。福岡県に友人を作るのが一番賢いんだけどな。多分、俺の分も買っておいてくれるはず。同じもの2個買えないから無理だな。ララポート福岡行くとカップルも家族連れもニューガンダム見てすげーって言ってるから観光名所としての役割は十分果たしてると思う。3年ほど前までは近所のイオンとかゲオとかでも普通に買えたのに。そういうところに掘り出し物があったりしたから楽しかったわ。まあ掘り出し物イコールそれまで売れずに残り続けてたって考えるとちょっと思うところはある。でも欲しいの見つけれると嬉しいよね。プラモとかがまだアングラ寄りの存在だった頃は休日にドライブがてらホビーオフとかをはしごして回るの楽しかったなぁ。で、ジャンクコーナーあたりからパーツとして使えそうなやつを見つけた時のワクワク感といったら、今はそういう掘り出し物とかを見つける楽しみもなくなって若干寂しい気もする。もちろん、ユーザーが増えてメジャー寄りになっていくのはいいことではあるはずなんだけどね。企業としては売れや良いってことだろうけどユーザーとしてはメジャーになるといいことないんだよ。弱者が増えて即完売に品薄に入荷は都会のみになったりして挙句は転売までがセットだぞ。ひっそりと平和に変えてた市場が荒らされてしまいには店のコーナーが消えると。ほらな、良いことねえだろ。特に気にせず変えてたのって2020年の初夏夏頃までだったかな。ビルドダイバーズリライズのキット、特に前半登場機体は特に苦労せず複数変えた記憶がある。リライズの前半配信が2019年秋で後半開始が2020年春だから間違いない。結論福岡に新しくダムベイ作ったからしばらくは福岡のターンでしょ。じゃあなんで福岡にガンダムベース作ったんですか？誘致戦に福岡が勝利した、ということでしょう。ララポートが頑張ってニューガンダム建てたのと、サテライト含めれば東北、関東、関西にそれぞれ店舗があるから次は九州ってなっただけ。福岡にはベースとサイド F があるのよ。厚遇なのは間違いない。地域経済力の強さだろうけど、今後も逆車関連の商品を充実させてほしい。ギラ動画重装型とか欲しい。中間客が来やすいのもあるだろうな。商売やってる以上仕方ない。北海道、ロシアみたいなノリで福岡は韓国からは船一本で行けるから東京より楽なんだっけか。逆に東京あたりから遠いファンのために優遇してるのかもね。不満を持たれないように。本州中心部からは遠いしなかなか行けないけど、こんなご当地サービスを受けられますよって。東京も福岡も微妙に遠い県だってあるんですよ。サテライトでもいいからベースもっと増やしてくれよ。サテライトのめちゃくちゃ狭い店舗ならいっそない方がいいレベルだぞ。名古屋なんか狭い店舗で通路の棚に貴重品並べるからひどいことになってるし。他県民からした東京も福岡も変わらんし。でも日本の大体中心にある東京と比べて福岡は道民、
東北民からしたらイライラでも仕方ねえとは思う。道民だけどせめて飛行機の複数乗り継ぎしなくていい範囲だったらなぁとは思う。新千歳からなら福岡まで直行あるけど、札幌県住みじゃないからそこまで移動する時間を考えると一旦羽田に飛んだ方がマシなのよなぁ。福岡まで行くなら、高くてもネットで買うわ。限定商品があるのは仕方ないことだと思うけど、みんながみんな簡単に通える場所じゃないのにポンポン新限定商品出すのは良くないと思う。客寄せのための商品は必要だからまあ仕方ない。買えなきゃ生きられないもんでもないし。ディズニーランドのお土産コーナーの商品だってそこらの店では売られていないが、あれらと同系列の存在だ。全国で本来は普通に買えなきゃ異常なものとディズニーを同列扱いは違うやろ。もともと施設限定で販売するように製造した商品なんだから、本来の予定通りに販売してるだけじゃん。そこまでわがまま言うならバンダイに入社して自分で商品企画しろよ。てかこのリガジは普通に通販でも売るでしょ。ホビーハイザックとかと同様に。この手の限定品大体時間経ってからプレ版なり他のベースなりに出るからそれまで待つしかないな。福岡ニューガンダム見に行くのに往復4万はきち。まあ上海フリーダムの難易度はそれ以上だが。GW に福岡の実家に同期が戻るから、買ってきてってお願いしたもちろん前金で。買いに行くのが大変なのはわかるけど、交通費をロスとか言っちゃうのはちょっと引くわ。このご時世だし旅行気分で、ってのが難しいのもわかるんだが、あまりにも余裕なさすぎじゃない?何でもかんでもプラモ中心に考えてないと出てこない言葉やと思う。まあ温泉旅行へ行くのと似たようなもんよな。違いは目的が温泉かガンプラか、なだけで。ダムベイは全てなくした方が正解。プレ版も同様。バンダイの思うツボだし、ネットなどで受け入れてる人は騙されてることを理解しない人が多すぎる。ガンダムベースはともかく、プレ版についてはどう意する?どうかなぁ、プレ版のおかげで商品化のハードルが下がってる面もあるだろうし。言うて所詮リガジのマイナーチェンジ版とか映画版じゃないホビーハイザックとか変な明太子背負ったサザビーとか微妙なラインナップばっかりやん。別になくても困らんが買える機会があったら寄ってみるかってくらいの絶妙なラインだと思うけど。どうしても絶対に欲しい人はまあ頑張れとしか。客車絡みの商品だから文句言ってるようにしか見えん。これがヒゲやエイジだったらあまり文句言われてなさそう。客車だからっていうかいくらなんでも F 限定多すぎるだろって話。どれがじゃなくて積み重なって文句言われてる。そりゃ一旦箱を作ってしまった以上は維持するために反則が必要やろ。元福岡県民だが、ガンプラついでにしない観光も悪くないぞ。天神地下街は洒落てるから歩くだけでも楽しいし、ラーメンだけじゃなくコーヒーのうまい老舗も結構ある。意外な形でお気に入りの店とか見つかるかもしれないから、予算と日程をやりくりしていってみると良いと思う。ダムベは都民でも往復交通費プラス手間整理券待ち含めて考えるとぶっちゃけメルカリの方が安く済むまであるからな。それでも実際足運んで手に取る喜びは否定しないが、福岡は遠すぎる。このリガジは後から通販やるって言ってる先行販売みたいなもんだし、これで優遇優遇言うのはもはやヒステリーでしょ。基本的にイベントって関東が優遇されてるからたまには地方が優遇されても良くない？いつもは地方民が高い交通費をかけて遠征してるんだからそっちもたまには遠征してきなさいよ。うちのところの市長もガンダムベース誘致してくれないかな。ガンプラを買いに、そしてついでに福岡旅行ってステータスみたいなもんで良いと思うけどな。遠征できる余裕のある人は現地へ、余裕がない人はメルカリと住み分けたら良いやん。旅行なり出張なりで福岡行く機会があったら買いたいくらいに考えてたけど買うために福岡まで行かなければならないって考えの人多いな。今現在買えなくて他に嫉妬してるような地域の人の場所にはどうせベースは来ないから嫉妬しても意味ないぞ。売れる場所に立ててるだけだからな。文句言ってないでこの休みで福岡行けばいいのに。趣味に時間もお金もかけられないなら、見直すべきなのは企業の販売形態じゃなくて自分の生活環境だと思うけど、だだこねてる子供みたいだし学生だったらしょうがないか。大人になったら家庭持ってても年一くらいなら平気で行けるから気にしない方がいいよ。行けばわかるけど、ニューガンダム立像の前だと海外からの環境で賑わってるよ。アジア圏から福岡空港経由であんだけ来るんだからあれだけでその流れでサイド F にいっぱい来るんだから、立地的な最適だったよあれ。